注目。ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が扱っていくわね。なあ霊夢、今回の内容ってうぷ主がブログを再開してついこの間書いた記事と同じ内容だよな。なんでこれなんだ？まずこの件、過去動画の韓国社会では記憶の改変が起きているわけではない？の補足的な意味があるってことと、こういうのは早めにやっておかないと細部を忘れるからよ。つまりあれだな、単なるうぷ主の都合ってことだな。まあそうなるわね。ただ、最近韓国関連で発生している複数の問題が今回のお題に使いやすいから、時事を絡めやすいってのもあるわね。そういや最近なんか韓国関連が騒がしかったもんな。時事を扱うと説明がしやすいのよ。なるほどな。そんなわけで本編へ行くわね。これってあれだよな、韓国の新たな徴用工裁判で、2018年とは真逆の判決が出て、韓国側団体の訴えが棄却された件だよな。そうよ。国際法無視の態度を取り続けてムン政権が外交上どうにもならなくなって、裁判所にそういう判決を出させたのだけど、前の判決が覆ったわけじゃないからまだまだ中途半端だけどね。でもまあ一応一歩前進ってことだよな、そこに問題があるのか？判決そのものよりも、判決を受けての韓国メディアや世論の言動が非常に興味深いのよ。まずこちらを見て。記事によると、案の定今回の裁判への不満が韓国人たちからかなり出ていて、その中で裁判所が日韓併合は国際法上合法であり、違法というのは韓国の国内解釈に過ぎないとしていることに反発し、侵略国が不法性を否定すれば終わりという形の加害国中心の国際政治の論理を踏襲したのだ。と書いているのね。なあ、これって以前動画にした日韓併合はなぜ合法？でも説明していたが、2001年に国際法学者から当時としては合法という結論が出されている上に、違法としてしまう法的根拠自体が存在しないってことだったよな。そうよ。詳しくは動画説明欄に関連リンクを貼っておくのでそっちを見てほしいのだけど、根本的に当時の国際法で違法とできる根拠が何もない上に、違法としてしまうと様々な歴史上の出来事に矛盾が発生してしまうのよね。さらに問題なのが、こちらの記事でも判決に反発していて、日程の不法植民支配に伴う精神的慰謝料に関する損害賠償請求権は韓日協定に含まれていない。韓日協定は未払い賃金など民事上の債務関係解消に向けたものであり、違法行為に対する賠償請求ないしは精神的慰謝料は含まれなかった、という2018年の判決を例に出しながら、大法院関係者の言葉として、大法院判決の趣旨を正面から覆す判決が下されるとは予想できなかった、と批判しているわね。これもおかしいよな。もともとの2018年の大法院判決では、日韓国交正常化交渉の始まった当初は、徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する保障の言及がなく、後に担当者が言い出しただけだから個人の意見に過ぎない、という理屈だったのね。でもそもそも実際の議事録を見ると、正式な追加議題として提案され、日本側から保証金とは何か、と説明を求められると、韓国側は保証金は生存者、負傷者、死亡者を含み非徴用者に対する保証、すなわち精神的苦痛に対する保証を言うものだ。そしてこの非徴用者には軍人軍属を含む、と答えているのだから、個人の意見に過ぎないなんて理屈は通らないのよね。実際問題、この時に日本から支払われた個人保証分の資金が個人に支払われなくて、今現在も韓国政府に対して裁判が起きているから、このあたりの事例とも矛盾する判決だったんだよな。そう、問題はね、こういう風にこれまでの韓国側の主張は矛盾点がいくつも指摘されているにもかかわらず、明らかにこうした問題を把握している政治家や記者、放送会関係者が矛盾を無視して反発しているってことなのよ。ああそうか、明らかに矛盾があるのだから、それを知っているなら最低限それを踏まえた上での反論があるはずなのに、矛盾の存在自体が無視されているものな。
それでね、こうした矛盾が矛盾のまままかり通ってしまっているのには、彼ら独特の思考が関係しているのね。またそれか、こんなところにいられるか、私は家に帰るぞ。はいはい、わかりやすいフラグを立てていないで先に進むわね。霊夢、お前ほんとノリが悪いな。それで、これも過去動画の韓国独特の売りとナムの概念や日韓で異なる正しさの概念で説明したけど、彼らの物事の判断基準は内か外か、つまり売りかナムかであり、また売りは常に正しい選択をしているという前提が存在するのね。確か、彼らはこの世には最初から正しさが存在しており、自分たちは常にその正しさを選択していると発想するんだっけか。そう、だから彼らは自分たちが間違うわけがないのだから、問題が起きるのはナムのせいだ、という前提で思考するのね。その結果、売りは常に正しい、のだから今回のソウル地裁の判決は間違っている、という認識になり、またその判決の根拠となっている国際法上の根拠や日韓会談の会議録はこの件とは連続性を切り離され、帝国主義の免罪符でしかない、という劣等性としての認識になるの。どういうことだ？例えば、歩いていて石につまずいた、という事象に関して、通常私たちは歩く、と歩いた結果としての石につまずく、という事象を関連付け、連続した一つの事象として認識し自身の注意不足等の落ち度の延長線上として認識するわよね。いや、それ普通のことだろ。あくまで物の例えとしてだけど、彼らの場合、自分に落ち度がない、という前提で思考するので、歩く、と石につまずく、という二つの因果が切り離されて別個に認識されるので、石につまずかされた、等と思考する場合があるわけ。つまりあれか。本来因果関係のある二つの出来事が、彼らの中では関連付けられていないから、矛盾が、矛盾のままでも疑問を感じないってことか？そういうこと。基準となる判断が、実際の事象、ではなく、売りが正しいとなるための理由、を基準として、二つに対して個別に劣等性の指摘による判断が行われているため、彼らの中では矛盾することにならないわけ。なので過去日韓翻訳掲示板、エンジョイコリア日韓翻訳掲示板、旧ネイバー日韓翻訳掲示板では、韓国起源説に対して日本側が歴史資料で反論をすると、韓国側はその歴史資料を組み込んで以前とは矛盾する起源主張を新たにし出すって事例が多数あったのよ。ああそうか。起源主張と歴史資料の件が因果関係で繋がっていなくて、別個に売りの正しさとして思考されるから、二つの別個の出来事と認識されるわけか。そう、だから徴用工裁判の件でも彼らの中で矛盾が矛盾と認識されていないのよ。正しこういう思考ロジックだから、矛盾を指摘することが売りの正しさと判断されるなら、彼らの中でも矛盾と認識されるけどね。こうした事例は韓国では頻繁に起きていて、例えばこちらの事例みたいに、2020年に韓国政府は福島原発の処理水放出を、海洋放出から数年後、国内の海域に到達しても海流によって移動しながら拡散、希釈され、有意味な影響はない、と判断して報告書を提出していたのね。でも現在韓国政府は、政府は福島原発汚染水の処理過程全般に関する透明な情報公開と検証を強く求める。国民の安全と海洋環境の被害防止のための具体的な措置を日本に強く要求する、と反発している上に。こちらの記事によると、韓国の外相が国際原子力機関 IAEA の基準に合う適合な手続きに従うならあえて反対しない、という公式見解を出したら、与野党議員や世論から国民の情緒や要求と違う、と猛反発を受けて撤回するって事態になったわ。ならなんで2020年の政府の報告には何も言わなかったんだ、って疑問は無意味か。さらに次の事例では、東京五輪のページの地図に竹島が表記されていた件に政府レベルでクレームを入れてきた上に、韓国の元首相が2018年の平昌オリンピックにおいて、韓国は開会式で竹島入りの統一旗の掲揚を IOC に拒否されたが、その件とダブルスタンダードだ、と抗議をしてきているのね。でも実際には、2017年のこちらの記事によると、韓国は平昌五輪のページの地図で竹島表記を行い、日本側が抗議をしてきても対応勝ちなし、として無視した過去があるのね。
これってさ、要するに IOC はホームページでの地図表記はもともと問題視していなくて、だから韓国の事例でも黙認していたから、今回日本もその判断に習ったってだけだろ？そうよ。でも彼らの思考ではこの問題を連続性のある一連の出来事と認識していないわけ。そして次の事例では、2021年5月のことなのだけど、韓国の裁判所が、一連の慰安婦像を作成した夫婦が作成した徴用工像に関して、モデルは日本人であり徴用工とは何ら関係がない、という判決を下して、そのことが公的に広まったのね。でもこちらの2021年6月の記事を見てもわかるように、今でも、強制徴用労働者像というキャプション付きで掲載され続けていて、そこに疑問を持つ人もほとんどいないのよ。これもそうだが、日本でならどこかしらからおかしい、という声が出てくるわけだが、韓国の場合にはそういうのがないのか？さっきも言ったように、売りの正しさ、と合致する人はどんな事例でもいるから、この事例でも少数はいるでしょうけど、基本的にはこうした事例は連続した一つの因果の出来事、と認識されず、それぞれが個別の事例とされている場合が多いわね。それでここからが重要なのだけど、今回紹介したような事例を知ると、これが特殊な事例のように考える人が結構いるけど、文化的、民族的背景をベースとした価値観によって、同じ物事を見ても判断基準が異なるという事例はいろんな場所で結構頻繁に起きていて、実は日常的なことなのよ。こんな意味不明なことが日常なのか？そんなの見たことないぞ。具体的に今回紹介した件と同一事例というわけではなくて、あくまで文化的背景から来る認識の違いについてよ。例えば、外国人が日本に来たり、あるいは日本人が外国に行ったりして、この国のここがおかしい、という反応をする事例って結構あるわよね。まあ、そういうのよく見かけるよな。でもね、確かに実際に不合理で変えた方がいい事例があるのも事実だけど、それと同時にその国独自の文化的背景によって、それで社会の安定性が保たれている、にもかかわらず、そうした文化的背景を知らずに自国の価値観で矛盾しているからと、無知ゆえの抗議、となってしまっている場合も多々あるのよ。ああ、なるほど。本来は文化的な背景が違うから自分たちの価値基準がそのまま当てはまるわけじゃないのに、そこに気づかない場合があるってことか。そういうこと。それでね、こういう問題の典型例として興味深い事例が、文化人類学者のブロニスワフ・マリノフスキの著書、西太平洋の遠洋航海者、に書かれているのよ。どんな内容なんだ？今から約100年前、マリノフスキはパプアニューギニアの南東にあるトロブリアンド諸島、現キリウィナ諸島、で、現地の人々と一緒に生活しフィールドワークを行っていて、本ではその件について書かれているのね。そして本の中で、マリノフスキがキリウィナに到着した当時、現地に居住する欧米の商人や宣教師たちは、現地人たちを非常に怠惰で、力みが落ちてくるのをただ待つだけの人々、と、非常に低く評価していたのね。それは偏見からってことか？そこは半分が正解で、なんでそんな評価になっていたかというと、当時欧米の農場主たちがキリウィナの人々を農場で雇っていたのだけど、別に奴隷にしたわけでも賃金の未払いをしたわけでもないのに、彼らはサボってばかりでろくに働かなくて、それが低い評価につながっていたのね。労働の習慣自体が違ったとかか？そうではなくて、マリノフスキが調べたところ実は彼らは非常に勤勉であり、主食であるヤムイモの栽培にしても、彼らは慣習的に収穫物の多くを主張や妻の親族に渡してしまうのだけど、それでも余って最終的に腐らせてしまうほど栽培していたそうなのよ。つまり、実際の消費分以上に過剰労働をしていたってことか？そう、だから彼らが怠惰ってことはありえないのよ。じゃあサボってばかりになった原因が想像つかないんだが？そこが特殊で、実は彼らは年に数回あるヤムイモの収穫を行う際、個人個人がかなり豪華に収穫物をディスプレイする習慣があって、このディスプレイが労働の成果として称賛され、非常に名誉なことで、ヤムイモ自体の財産的価値よりも、ディスプレイのトロフィー的価値の方が重要だったのよ。あ、そういうことか。つまり欧米人の農場では、収穫物は全て農場主のもので、労働者には賃金しか支払われないから。
キリウィナの人たちにはそれが不満でモチベーションが下がっていたと。そういうこと。そしてこのエピソードは、何に価値を見出し何を判断基準とするか、に絶対的な基準が存在しないことの証明、でもあるということと、私たちが当たり前と考える経済観念とは大幅に異なる考え方が存在するということの証明でもあるわ。なるほどな。これは今回の件でも同じで、韓国社会では私たちとは全く異なる価値基準で物事の評価が行われているから、私たちからは矛盾にしか見えないことでも、彼らにとっては矛盾ではないのよ。しかも、こういうことがある以上、彼らにとっての日常が私たちにとっての悪徳だったり、あるいはその逆に私たちの日常が彼らにとっての悪徳だったりする場合もあるわけで、だから今みたいに関係がギクシャクしているとも言えるわけ。確かに、今回の件なんて日本人から見たらひたすら尻滅裂なだけだしな。しかも、彼らは自分たちは常に正解を選択している、という発想で思考するから、相互に違いを受け入れ折り合いをつけるということも困難なのね。なるほど。だから優劣や善悪ではないけど、違いを認識して対応する、必要があると。そう、そしてその方法は何度も説明しているように、彼らの言うところの、情がない。と呼ばれる態度、つまり無感情で事務的な態度を徹底し、約束や取り決めは破られることを前提に、破られてもいいか、あるいは破った場合に相応のペナルティが用意できる場合にしか何も決めない、これを徹底するしかないというわけ。まあ、相互理解が不可能で歩み寄りもできないなら、それしかないってことか。そういうこと。そしてもう一つ、だからこそ韓国人はそんなおかしな価値観ではない、とか、そんなのは一部の例だけ、という用語と、彼らは狂っている、とか異常だ、という評価は、俯瞰的に見ると同じこと、なのよ。確かにな、実際には文化的背景から根本的な認識に違いがあるから起きていることなのに。どっちも自分たちの価値観を絶対普遍のものという前提で韓国を評価しているわけだしな。ある意味、こういう違いの認識、ができないから今の日韓関係があるとも言えるわけね。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。今回は長くなりすぎたのでおまけはないよ。また来週。